おはようございます。2月26日、三経妙を読んで、今日のコラムで、日本政府が COVID-19 の名称を最近発生したという意味合いを持つ真を外して解消することを検討することが報じられた。この名称変更はパンデミックに対する人々の意識が戦時中から平時へと変化し、ウイルスが4年目を迎えて持続力を発揮していることから時期を得たものであると考えられている。だが専門家によれば、武漢や中国という故障を残すことでこの悲劇を忘れず、説明責任を果たすことができるかもしれない。今日の表題はこのように決めました。日本政府が COVID-19 の名称変更を検討。今回新幹線の話もありましたけど、これが主な要点だと考えて簡単にしてみました。下の方に中国語で翻訳してあります。また見てください。以上です。 COVID 武漢ウイルスの方がええと違うでしょうか。私はそう思います。以上でした。